こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はプラチナから出ているプレスマンの 0.9mm、こちらシャープペンシルですね。まあ速記用ということで 0.9mm という形になってはいるのですけれど、まあ普段使いにしてもちょっとかっこいいかなって思います。本当はこれ 0.5mm とかあったら普段使いにしたいぐらいちょっと使いやすい感じのシャープペンでありますね。で、ここに溝が切ってあって、まあ口金とクリップが金属パーツ使ってて、まあなかなかの高級感がありますね。まあ、ちょっと先代モデルの方が良かったっていう人もいっぱいおるんですけれど、まあこれはこれでちょっと気に入っているんで、で実はもうこれも黒と白だけ最初持ってたんですけれど、まあどうせならということで購入してみました。でまあこちら黒軸になりますね。黒に白でプレスマンって入ってるんで、まあちょっと見かっこいいですよね。これがまあブラック黒軸になります。でこちらが白軸ですね。白も基本的にはもう真っ白のボディに黒でプレスマンと、まあメーカー名とメイドインジャパンっていう表記がされています。これもなかなかかっこいいですよね。まあ黒と比べても、まあよく僕言ってるのは、まあ黒と白の文房具がまあかっこいいよねっていう話で、まあこの2本はなかなかかっこいいなと思います。まあこう白軸もクリップと口金以外は全部シルバーで、あのホワイトで統一されてて、なかなかかっこいいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ白軸です。でこちらが赤ですね。まあ赤も単体で見るとそんなに悪くはないですよね。赤いボディに、まあ、プレスマンのロゴとメーカー名メイドインジャパン、それからまあ口金クリップはもちろん金具でなかなかかっこいいと思います。でこちらブルー軸になります。まあ、ブルーもなかなかかっこいいんじゃないかなっていうふうに思います。ここまで色やな。まあ黄色がなかなか黄色い筆記具っていうのがないので、まあ珍しいからいいかなとは思うんですけど、ちょっとロゴが見にくいのが、まあ、気になるかな。これ黒でもよかったんちゃうかなとはちょっと思ってますね。まあ山吹黄色っぽい黄色かな。それとグリーン軸、これも緑にしてはなかなかいい色をチョイスしたんじゃないかなっていうふうに思っています。うん、なかなか綺麗な色やなと思いますね。まあまたプレスマン以外もいろんな商品紹介していきたいなと思いますので、これもうなかなかちょっと僕自身はこうかっこいいなと思ってますね。一時ちょっと使ってた時期もあるんですけど、まあ今は、まあ、使ってないんですけど、なかなかかっこいいかなって思います。うん、またいろんな商品紹介していきたいなと思ってますので、よろしかったらチャンネル登録お願いします。以上、ご視聴ありがとうございました。